司、午後からの講義は教室でやるんだって。そこを尋ねるのは野暮ってもんなのよさ。ごめんと。だってミチルが教えるのってツンデレについてなのよ。どんな講義なのか普通に気にならない？その時は潔くこの身を差し出す覚悟はできているのよ。そう、ユージハンは何も悪うない。なんかあったらみんなうちらのせいにしてええんよ。それじゃあ、一名様ご案内。でも、なんでわざわざ学校でやる必要があんの？じゃあ、ユージはミチルがツンデレの練習をしてるとこ見たことあるの？なるほどね。あんまりそういう場面を見ないと思ったら、そんな時間にやってたんだ。ではなんだけれど、ずいぶん初歩的なところから始めるのね。いいいい、ユミコ、ツンデレは発声が命なの。相手にえって聞き返されて同じセリフを繰り返すのは地獄よ。そうね、生意気なことを言ってごめんなさい、松島さん。キッって、ものすごい形相で睨まれているのはなぜ？呼び方、間違ってるでしょ。ここでの私はツンデレマスターっていう体なんだから、マスターと呼びなさいって伝えておいたはずよ。ちょ、何よその、うわー、こいつまた変なこと言い出したーみたいな顔は。そりゃ頭はユミコの方がいいに決まってるけど、ツンデレに関しては私が先生なんだから、先生の言うことは絶対よ。縦社会よ。うん、わかりました、マスター。やればできるじゃない。私だって恥ずかしいんだから、ユミコも我慢しなさいよね。どうしよう、ものすごく帰りたいわ。もう
私がバカなのは十分承知の上で発言させてもらうのだけれど、こいつら何やってんの？ごめん、今は自信ない。それじゃあ次は基本的なツンデレゼリフの練習をやってみるから、あんたは私の後に続くのよ。ええ、わかったわ。こほん、勘違いしないでよね。勘違いしないでよね。別にあんたのためにやってあげたわけじゃないんだからね。別にあんたのためにやってあげたわけじゃないんだからね。おお、なによユミコ、あんたなかなかやるじゃない。自分では手応えのようなものを感じなかったのだけれど、今のは出来が良かったの？そうね、東日本基準なら80点くらいは上げてもいい出来だったわ。何？東日本基準って。まあコスプレの時にも言ったけど、ユミコは元からクーデルだったから基礎ができてるのかもね。それ前々から気になっていたのだけれど、私は別にクーデレというものを意識しているわけではないわよ。もしかして今のがユミコの考えたクーデレゼリフ？違うわよ、今のはただの返事じゃない。勘違いしないで。今度はさらにツンデレ要素をプラス。何それ、いきなり下克上？マスターへの挑戦状なの？だから違うと言っているでしょ。私はあなたのツンデレ技術を見込んで学びに来ているのよ。そして最後はお約束のデレ。はいはい、わかりました。あんたがそういうつもりなら私も指定対決を受けて立とうじゃない。いざ勝負よユミコ。もう本当にめんどくさい。ユミちゃん切れてんじゃん。っていうかツンデレの練習をしてるのは分かったけど、これってユミコに必要？むしろユミちゃんが教える側に回った方がいい気がするのよ。だよね。じゃあユミコに下克上の意思はないってわけね。ええ、そうよ。やけに時間がかかったけれど誤解が解けてよかったわ。それを聞いて安心したわよ。もし私からツンデレを取ったらユミコに教えられることなんて何もないし。そんなことはないわ。え？ツンデレに関してはもちろんだけれど、私が松島さんから学ぶべきことはたくさんあるもの。そう？ええ、中でも私がすごいと思っているのはあなたの和を重んじる心ね。誰かが嫌な思いをしなくてもいいように、みんなが笑って過ごせるようにっていつも気を配ってくれていたでしょ。だからどんなに私が迷惑そうな態度をとっても、みんなで何かをするときは必ず声をかけてくれた。その気遣いがあったから私は本当の意味で一人にならずに済んだのかもしれない。ユミコ。だからありがとう松島さん。今さらこんなことを言うのは恥ずかしいけど、伝えておかないと後悔してしまいそうな気がしたから。ちょっと松島さん、聞いてるの？綺麗なユミコだ。え？ああ、
ううん、なんでもない、本当になんでもないから。その割には急に顔が赤くなってきた気がするけど大丈夫？うえあ、うん、うん、これはその違うから。違うって何と違うのよ？それはユミコのことを意識したりとか、そういう対象として見ちゃったりしてるわけじゃなくてね。そういう対象ってまさか何かドッキリを仕掛けて私に恥ずかしい思いをさせようって言うんじゃないでしょうね。いやだからむしろ恥ずかしい思いをしているのは私の方で、ドキドキしてるっていうか、ユミコさんの顔が近いと言いますか。もしイリスさんや小峰さんが近くで見ているなら今すぐ出てくるように言いなさい。今謝れば許してあげるから。わー、ちょ、ダメだって、今そんなに近づかれたら。さあ早く。ツンデレの練習をしていたと思ったらいつの間にかチルチルが攻略されていたのよさ。でもああなっちゃうミチルの気持ちちょっとわかるかも。なんで？アマネーレズなの？バイなの？なんていうかさ、ユミコのありがとうってそれくらいの破壊力があるのよね。どうぞ召し上がれ。説明ってビタミン C たっぷりの大根料理でしょ？実は料理の講義がかつらむきの練習だったのよ。それで私が不器用なばっかりにたくさん大根を使ってしまって、そのまま捨ててしまうのはもったいないから自分たちで食べてしまおうと思って。でも安心して、調理をしたのはアマネだから。もうそんなことを言ってユージはまた私に意地悪をするつもりなのね。ん？待って、ここは早速勉強の成果を試すところじゃない？つべこべ言わずに食べなさいよね。
別にユージに褒められようと思って頑張ったわけじゃないんだから。ユージがそういうつもりなら、私がはいあーんしてでも食べさせてあげるんだから。はあ、やっぱりちょっとかじった程度ではダメね。あのね、私は一度だって気を違えた覚えはないわよ。あれはツンデレよ。午後は松島さんからツンデレの基礎を学んだから、少し試してみようと思って。自分で言うのも恥ずかしい話だけれど、私はあまり他人に気を許したことがなかったから、ツンデレのデレというものを意識すれば、少しはその、ユージにも可愛いところを見せられるかもしれないと思って。それじゃあ、本当に食べてくれるの？ユージ。じゃあせめて、私が食べさせてあげるわね。それくらいはさせてもらわないと、私の気が済まないもの。それじゃあ口を開けて。風呂吹き大根を作ったのはあまねなんだから、美味しいのは当然よね。じゃあ、私が取ってあげる。いいの。今日は最後までこうして食べさせてあげるって決めたんだから。はい、ユージ。あーんして。最後までこうして食べさせてあげるって決めたんだから。はい、ユージ、あーんして。わざわざ前回とは違う時間を選んで訪ねたのに、またユミちゃんの地帯を目撃してしまったのよ。さ、まだ夕食前だったのにお腹がいっぱいです。とりあえず聞いておきたいのだけど、どの辺から？あえて限定するとすれば、
ちょ、つべこべ言わずに食べなさいよね、のあたりから。そう、そうよね。あなたたちがすぐに声をかけてくるような優しさを持ち合わせているはずがない。それは分かってた。分かっていたのよ。何よ、ユージはどうせ私のデイカップが目当てなんでしょ。でも好き。そんなセリフは言っていないでしょ。落ち着いてください、榊さん。ただの軽い悪ノリなんですから。悪ノリしてるんじゃないの。おほー、ユージ、おほー。ああ、もう私が恥ずかしいところを見せたのは認めるから、さっさと用件を言いなさい。何、何が目的なの。そんなに怒るなよ。私たちは明日の講義の話をしに来ただけなんだから。私とサッチンは明日が初講義なんだけど、事前打ち合わせをしておくのをすっかり忘れていたのよさ。集合場所とか服装とか連絡事項がいくつかありますからね。ああ、そういうことなら今メモを。メモの用意はいらないのよ。私の方は動きやすい格好でグラウンドに来てもらえればオッケーなのよさ。私の方も必要なものはこちらで用意しておきますので、手ぶらで中庭の方に。当日の連絡でもよかったわよね、それ。じゃあ用がないとユミちゃんに会いに来ちゃダメなの。そういうわけではないけれど、今までの傍若無人っぷりを最後のデレで帳消しに。あなたたち、これ以上人のことをおちょくるようなら私にも考えがあるわよ。そうですね、肩で穴を増やされても困りますから、私たちはこれで失礼させていただきます。ツンデレもいいけど、イチャイチャすんのはほどほどにして、今日は早めに寝るのよ。いいからさっさと帰りなさい。そうね、この前といい今日といい、外で聞き耳を立てているんじゃないかと疑いたくなるわ。ええ、また見られてはいけないところを見られてしまったもの。だって私がツンデレよ。はい、あーよ。私が二人の立場だったら大爆笑しているわ。それに今日はイリスさんと小峰さんのコンビだったから、明日にもネット経由か何かで私の地帯が全世界に発信されているかもしれない。ユージはあの子たちの行動力と無邪気ゆえの残忍さを分かっていないのよ。どうしよう、ユージまであの子たちにほだされてしまった。もうダメだ。それは違うわ。私の心は今血の気が引くほど落ち着いている。だからすぐに荷物をまとめましょう、ユージ。Thank you.
起きなさい、ユージ。ユージ。おはよう。目は覚めた？あと5分くらいで会社に着くから、今のうちに身だしなみを整えておきなさい。寝ぼけてユミコの名前を呼んでいたけど、やっぱり一人にしておくのが心配。退職願い提出してみる？あのね、私だって好きであなたにこんな仕事をさせているわけじゃないのよ。それに、私たちの仕事の形も徐々に変わりつつある。ええ、これからの現場では、簡単な訓練で操作可能な無人兵器の活躍が増えていくでしょうね。その分、引き金が軽くなってしまうことによる誤射の多さは、現段階でも問題になっているけれど。そうね。人も機械も、使い勝手は良し悪しだわ。ルンボは最強よ。ルンボというと人工知能を搭載したお掃除ロボットのことですよね。ええ、ここを飛び出すまでは部屋の掃除のほとんどをルンボに任せていたわ。つまり最先端技術に勝るものはないと。その通りよ。ルンボは従来の掃除機と違って人間が直接操作する必要もないから、時間を有効に使うことができる。さらに今後のアップデートで1週間分以上のスケジュール入力ができるようになれば、ルンボに敵はいなくなるでしょうね。ですが、スケジューリング機能が搭載されているのは最上位のモデルだけでしたよね。だから
最上位のモデルを買えばいいのよ。それだけの価値はあるわ。濃い色の壁やテーブルの足などは避けられないと聞きましたが。それだって付属品のエリア制限装置でちゃんとナビゲートしてあげれば。ではお掃除ロボットが動けないほどお部屋が汚れていたら。その時は動けるようになるまで人間が片付けてあげる。そこまでやるなら自分で掃除もしてしまった方が早いと思うのですが。確かに融通は効かないわよ。充電器に戻る時もちょっと遠回りしてしまうことだってあるけれど。でもそうやって手がかかるところが可愛いのよ。その魅力は猫だって認めているわ。猫ルンボで動画検索してもらえればきっとこの気持ちも分かってもらえるから。そこまでルンボのことを。ええ、自分の体重がもう少し軽かったら乗っているわね。確実に。榊さんがお掃除ロボットに。すごいわルンボ。体重40キロの私が乗ってもびくともしない。ルンボさえあれば学童に派遣されたって無傷で生還できる。それこそ本屋さんの18金コーナーに入るのだって怖くないわ。やば、テンション上がってきた。ルンボ、榊由美子行きまーすなんて言っちゃったりしてやだ。もうフフフ。地獄です。何が。いえすみません、こちらの話です。今ものすごく失礼な妄想をされたような気がするけど、まあいいわ。そうしていただけると助かります。それに直接お話を聞いたことで榊さんがいかに堕落した生活を送っていたかが分かりました。堕落って、人間が文明の利器に頼るのは当然でしょう。なるほど、榊さんはロボットに魂を売ってしまったわけですね。だから私は当然のことを。はい、ルンボ没収。そんなテレビゲームの AC アダプタを取り上げられた小学生みたいな顔をしないでください。榊さんが一人前にお掃除をこなせるようになったらちゃんとお返ししますから。あなたもアマネと同じでスパルタなのね。ちなみに私がお掃除の講師を担当するにあたって風見さんから伝言も受けたまわっています。その、ユージはなんて？安国で会おう、と。それ、死んでるわよね、私。まあ、冗談はこれくらいにして、そろそろ本題に入りましょう。冗談？そう、冗談よね、きっと。それで、同棲をされていた間は、ロボット掃除機もなかったはずですよね。ええ。だから、ユージとアパートで暮らしていた時は、普通の掃除機を使おうとしたのだけれど。あれにはコードがついているでしょ？それで、足や家具を引っ掛けてしまって。ステンコロリンしたと？いいのよ。今時掃除の一つもまともにできない女のことを笑っても。では、一発殴らせてください。軽くでいいので。なぜ？だって、そうやって失敗したところを、風見さんに慰めてもらったんですよね。それはまあ、ユージは優しいから。その節々には、キスなんかもしてもらっちゃったりして。
まあ、そういうこともなかったわけではないけれど。やっぱり、一発殴らせてもらってもよろしいでしょうか。だからどうしてそうなるのよ！すみません。榊さんが質問の最中にのろけたので。って、言わせたのはあなたでしょ？そういえばそうですね。小峰幸、うっかりです。相変わらず、小峰さんの冗談は笑えないわ。と、ここまで機械を否定するような発言をしてきた私ですが、榊さんの言うことも一理あります。人間の力ではどうにもならない汚れというものは存在しますし、スチームクリーナーなんかは私もお世話になる機会が多いですから。やっぱりそうよね。それなら。でも、人間は、機械にはないものを一つだけ持っているんです。機械にはなくて、人間だけが持っているもの。それが、真心です。真心？私は、今日の講義を通じて、榊さんにそのことを学んでいただこうと思っています。わかったわ。私にも至らない点があると思うけれど、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。で、なぜ私はこんな格好を？先人は私たちにこんな言葉を残しています。何事も形から、と。それ、ダメなお手本じゃないの。そんなことはありません。私もこのメイド服を着るようになってから奉仕の心に目覚めたと言っても過言ではありません。確かに小峰さんが言うと説得力があるけれど。ちなみにそのメイド服は榊さんのサイズに合わせてオーダーしたものですから、榊さんに差し上げます。気持ちは嬉しいけど、私が私用でこの服を着るようなことは。本当にそうでしょうか？え？私は前々からその可能性を感じていたのですが、風見さんは少なからずメイドフェチの毛があります。そんな風見さんが愛する榊さんのメイド姿を見たとしたら。見たとしたら？それはもうぬっちょんぬっちょんかと。うわ、そうね、何事も見た目は大事だものね。さすがムッツリスケベ三島崎代表の榊さん。中学生並みに扱いやすくて助かります。今何か言ったかしら？いえ、何でもありません。じゃあ今日はどんなことをやる予定になっているの？まずは実際に竹ぼうきを使っての中庭掃除実習をやってみようと思っています。それでメイド服に竹ぼうきだったわけね。はい、ほうきを使った掃除はお掃除の基本ですから、その人の癖や技量を見抜くのにちょうどいいんです。そういえば、あまねも包丁の持ち方だけで私の実力が分かったと言っていたけれど、その道を極めた人には、たったそれだけのことで全てが分かってしまうものなのね。これは、その話にも通じるところがあるのですが、これから私がアドバイスをしていくにあたって、榊さんの特技を聞かせていただきたいのです。私の特技？はい。一つの道を極めた人間は、その感覚を活かすことで、習い事の上達を早めることができると聞きます。例えば、プロ野球選手には、ゴルフの上手い方が多いですよね。つまり、できることなら、私の得意分野に合わせたアドバイスを出したい。そういうことよね。その通りです。でも、自分の特技でしょ？難しく考えずに、パッと浮かんだもので大丈夫ですよ。強いて言うなら、おヤングの湯切りかしらね。でも、成功率は8割ですよね。
そこだけならミチル様の方が上手だと言えなくもありません。うすうすは分かってた。分かっていたけど、松島さんより下手だという事実は思いのほかショックだわ。他には何かありませんか？お金なら他の人より多少は。榊さん、ごめんなさい、今のは失言だったわ。はい、私も今のは聞かなかったことにしておきます。ありがとう。幸い今回は時間がないというわけではありませんから、一歩一歩進んでいきましょう。そうね、そうしてもらえると助かるわ。では気を取り直して、お掃除をこなす上で一番重要な心構えを榊さんにお教えしておきます。心構え？掃除においての心構え、それは剣的必殺です。剣的必殺？戦争？あ、いえ、ゴミや汚れというものは放っておいた時間が長ければ長いほど後々のケアが大変になってしまいますよね。冬になると学園のプールも汚れと落ち葉でひどい有様になっているものね。ですから、こと掃除に限っては明日やれることは明日という考えは絶対にいけません。確かにその通りね。そして、そういう掃除の仕方を心がけていると、ゴミの物語が見えるようになってくるんです。ゴミの物語？はい、例えばそこに木に引っかかったアイスの袋が見えますよね。ええ、あれはミチル様が食べていたアイスの袋です。ただゴミを見ただけでそれが誰のものかまで分かってしまうものなの？さらに、あれはポイ捨てしようとしたゴミではなく、部屋まで持って帰ろうとしたところを風で飛ばされ、何とかして取り戻そうとぴょんぴょん飛び跳ねた挙句、体力の限界から泣く泣く諦めてしまったものなのです。まるで見てきたような具体性ね。その証拠に、木の根元には必死になってジャンプしている間に落っことしてしまったアイスの軸棒が落ちています。本当だわ。このようにゴミ一つとってもドラマがある。そう考えると胸がこうほっこりしますよね。胸がほっこりするかどうか別として、小峰さんがただものじゃないということはよくわかったわ。と、私がファッションメイドではないことをわかっていただけたところで、そろそろ実技に入りましょう。最初に榊さんの実力を見せていただきたいので、実際に地面を履いてみてください。わかったわ。こんな感じでいいのかしら？はい、ありがとうございます。不慣れから来るぎこちなさはありますが、変な癖がないようで安心しました。それで上達の見込みはありそう？それはもちろんなのですが、物事の上達は汗水なしでは得られぬもの。というわけで、実際に中庭を掃除しながらアドバイスをしていきますので、私の後に続いてくださいね。上達にワープはないという考えは、料理も掃除も一緒なのに。これで中庭の掃除は終了なのですが、初めて自分の手でやってみた感想はいかがですか？率直に言うと、腕が棒になったわ。そうですね、最初は少しでも綺麗にしようと力を入れすぎてしまうものですから、どうしても腕がだるくなってしまいがちですが、慣れてくれば自然と力配分ができるようになって腕も楽になりますよ。私がそのレベルに到達するのはまだまだ先のことになりそうね。にゃあ。あら、あの猫は？あれはミチル様が可愛がっている猫のネコニャーさんですね。
何度か見かけたことがあったけれど、あの猫は松島さんの飼い猫だったのね。正確な話をすれば、ミチル様はここへやってきた猫ニャーさんに餌を与えたりしているだけなので、飼い猫というわけでもないんです。そうだったの。ニャッポニャッポ。あ、猫がベンチの下で丸くなったわ。猫ニャーさんはああやってベンチの下でお昼寝をするのが日課なんです。そう、なんだかとても気持ちよさそうね。それは榊さんが中庭の掃除を頑張ったからなんですよ。え？猫さんは環境の変化に敏感な動物ですから、私以外の人間が掃除をした日はお昼寝をせずに帰ってしまうんです。その猫さんがああして丸くなったということは、榊さんの頑張りが伝わったということになりませんか？私たちが人間である以上、得意不得意から来る出来栄えの差というものは必ず存在します。ですが、それ以上に相手に伝わるもの、それが真心。その通りです。誰かのために、何かのために頑張りたいという気持ちに結果は関係ありません。ですから、榊さんがどんなに家事を失敗したとしても、風見さんは喜んでくれているはずですよ。そうね。だから出来栄えでも喜んでもらえるように頑張らないと。私もそのための助力は惜しみません。ありがとう、小峰さん。はい。それで、小峰さんに一つお願いしたいことがあるのだけれど。ですが、風見さんの着用済み下着をご所望ということでしたら、今は榊さんの方が入手は容易かと。って、誰がそんなものを欲しいと言ったのよ。ということは、ネガオブロマイドの方でしたか。だから違うわよ。では、もし、これから学園の掃除をする上で人手が必要になった時は、私にも声をかけてほしいと思って。たった一度だけだけれど、実際に自分でやってみて分かったのよ。あなたがいつもひょうひょうとこなしていた掃除がどれだけ大変かってことが。だから自分にも手伝わせてほしいと。ええ、今の実力では大した戦力にならないと思うけれど、少なくとも話し相手くらいにはなるでしょ。わかりました。榊さんがそう言ってくださるなら、これからはお声をかけさせていただきます。ええ、その時は私の精一杯頑張るわ。実は私、前々から榊さんに尋ねたいことがあったのですが。私に尋ねたいこと？はい。榊さんはどうして自分が苦手としている事柄を進んで学ぼうと思われたのでしょうか。あ、そうね。それは、
決意もイリスさんの前では無意味だったかもしれないわね。なんだよ、人がせっかく気合い入れてムード出してんだからもっと乗ってきてくれてもいいじゃんかよ。だって私がイリスさんから教えてもらうのは甘え方のはずでしょ。それがどうしてどっからでもかかって恋になるのよ。そこ聞きたい？聞いときたい？そうね、これからのやる気にも関わるところだし、ぜひ聞かせてもらいたいわ。ほんじゃ手短に説明すんだけど、お兄ちゃんに甘えようと思ったら抱きつき方を学ぶ必要があるのよさ。抱きつき方？きっとユミちゃんにも覚えがあるはずなのよ。子宮がキュンってなるようなことを言われて抱きつこうとしたらひらりとかわされてしまったってことが。言われてみれば素直に抱きつけるケースは少ないわね。それどころかびっくりさせようと後ろからギュッてしてみれば真顔で「ん？サバ折りの練習か？」って言われたことだってあるわな。だからそんな男とイチャイチャしようと思ったら甘える側が身につけるしかないのよさ。絶対に避けられない抱きつき方を。イリスさん、あなたそこまで考えて。くっくっく、女が口を開けて待ってるだけでよかった時代は終わったのよ、ユミちゃん。な、何この既視感のありすぎる無駄な力強さは。ズバリお兄ちゃんの影響。納得がいったわ。んで、こういう時は口で説明するより実際にやってみた方が早いから、ユミちゃんの身体能力を見せてみてって話だったのよさ。そういうことだったのね。というわけで、改めてどこからでもかかってきなさい。わかったわ。イリスさんのように小柄な女の子に飛びかかるのは気が引けるけれど、これも訓練だものね。うむ、遠慮はいらないから全力でかかってきてほしいのよ。それじゃあ行くわよ。そっ、そーい。どういうこと？掴もうとする直前で姿が。ぬふふ、それは私がずらしを使ってユミちゃんの意識外へ移動していたからなのよ。意識外と、まあ弟子の私相手でこんな感じだと成功法でお兄ちゃんを攻略するのは難しいのよさ。やっぱりそうなるわよね。そこで対お兄ちゃん用マル秘必勝法の出番なのよ。いかにもうさんくさい名前だけれど、本当にそんな必勝法が？そう、どんなに非力な女の子でもコツさえつかめば確実に相手の懐に飛び込める必殺技。それが宿地なのよさ。まったくもう、なんで私が食材の買い出しを手伝わなくちゃならないのよ。仕方ないじゃん、ユージは出かけちゃってたし、マキナはユミコと講義の真っ最中だったんだから。だったらサチに頼めばよかったじゃない。私にだって暇を持て余すっていう大事な用事があったんだからね。要するに暇ってことじゃない。っていうかおだちんのアイスもちゃんと買ってあげたでしょ。え、もしかしてこれが労働の対価だったの？安、私安。まあたまにはいいじゃない。私はミチルと一緒に買い物できて楽しかったわよ。な、
何よ急に。そんなこと言われたって私は騙されないんだからね。って私を身代わりにしたマキナとユミコはどこよ。そろそろ午後の講義も終わりでしょ。噂をすればあそこで何かやってるのってマキナとユミコじゃない。なに。まずは宿地を使ってお兄ちゃんに肉薄。ユージ続けてバカっぽく効果音必死。そこで畳みかけるように上目遣いでおねだり。はい。今日は大丈夫な日だから。ふむ。ユミちゃんエロ。私が男だったら休憩の予定だったラブホテルのプランを宿泊に切り替えていたところだったのよさ。そうかしら。というわけで今の感覚を忘れないうちにもう一度行くのよ、レンちゃん。あまね、思わず買い物袋を落としちゃうほどショックだったのはわかるけど、それ以上は見ちゃダメよ。目があったら付き合わされるから。そうね。自分ではなんとなくコツがつかめてきたような気がするのだけれど、どうかしら。そうな、もう少し練習すれば精度もぐっと上がるはずなのよさ。頑張ってみるわ。あ、ちょっと待って、電話だわ。相手は誰？アダルトサイト巡りの副産物的な架空請求業者？ユージよ。ハルテラさんとの用事が終わったのかもしれないわね。んじゃあユミちゃんはそのまま練習を続けてて、電話には私が代わりに出るから。あ、ちょっと。私だ。ヒヒヒ、どう？似てたのよ。お、私としたことがキャラ設定の説明をすっかり忘れていたのよさ。事情を説明すると、ユミちゃんの訓練がいいところだったから代わりに私が出てみたのよさ。そんでお兄ちゃんの用事は何？伝言があるなら伝えておくのよ。了解なのよさ。ふんじゃ、存在感のある金髪の尻を撫でたりしてないで、まっすぐ家に帰ってくるのよ。電話の相手はマキナ？何よそれ。だったら今日は早く帰ってあげた方がいいわね。寮まで送るわ。
うまくいったわ。ユージの方から私に寄りかかってきてくれるなんて珍しいわね。でも嬉しい。おかえりなさい、ユージ。ユージ、大好きなユージの匂い、私を女にした男の匂い。どうしよう、何時間でもこうしていられそう。ちょっとユージ、ここで他の女の子の名前を出すのは失礼だと思うわよ。でも、許してあげる。今日はユージが優しかったから。ああ、それは講義の時間にイリスさんから教えてもらったからよ。ええ、これさえ覚えれば必ずユージに抱きつける必殺技があるって。イリスさんの担当は甘え方よ。だから、イリスさんには感謝しなければいけないわね。これは素晴らしい技術。そう、今まで受けた講義の中で一番ためになったかもしれないわ。男は諦めが肝心なのよ、お兄ちゃん。え、イリスさん？デレ属性を持つ女はめんどくさい。デレることに慣れていない分、男にデレる際の遠慮がないものなのよさ。あなた、いつからそこに？え？ユミちゃん何言ってんの？電話の後、一緒にお兄ちゃんを出迎えようって話になってたじゃん。そうだったわよね。クラスメイトの存在を忘れて目先の幸せに溺れるなんて、私は恥ずかしい女だわ。何を恥ずかしがることがありますか？私はお兄ちゃんとイチャイチャしてもらうためにユミちゃんに宿地を授けたのよ。そしてユミちゃんは真剣に訓練に取り組み、見事にお兄ちゃんの寵愛を受けることができた。そんなユミちゃんを誰が笑うというのですか。イリスさん、今日はよく頑張ったな、ユミちゃん。
でも公共の場で発情はまずいと思うのよ。今のはさすがの私もちょっと引いたのよさ。そうね、一瞬でもイリスさんのことを見直そうとした私が愚かだったわ。楽しそうって、こうしてイリスさんにからかわれている私が？あ、今の私が楽しそう。ことだったのね。だから私は、お、ユミちゃんどうしたの？もしかして下痢？唐突な腹下り？昨日のこともあるし、もしかしたらやりすぎてしまったかもしれないのよさ。そう言われるとなんだか心配になってきたのよ。ユージ、だとしたらイリスさんには悪いことをしてしまったわね。でもそうじゃないの。うん、私ユージに指摘されてやっと気がついたのよ。どうして自分がクラスメイトに講義を頼んだのか、その理由がね。普通何か真剣に学びたいことがあったとしたら、その道を極めた人に指示するのが最善よね。その効率の良さはこの学園の学生なら誰もが知っているわ。でも私はそうせずに、あえてクラスメイトから学ぶ道を選んだ。それはもちろん私がそうするべきだと思ったからなのだけれど、なぜそうした方がいいと思ったのか、その明確な理由が自分でもよくわからなかったのよ。
分、私はずっとこういう時間に憧れていたのよ。そう、友達と他愛もない話をしながら一緒になって何かをする。付き合っている人とのことをからかわれて怒ったり、子供みたいに一つのことに夢中になって最後は笑い合って、そういう普通の女の子なら誰もが経験するような当たり前の時間にね。私はひねくれ者だから、今の今までそのことに気づかなかったのよ。え、何せカッターナイフと小説が友達のネクラ女だもの。実際、自分の苦手なものと向き合うのは大変だったけれど、それ以上に楽しい時間だった。クラスメイトとだってびっくりするくらいたくさん話すことができたわ。それこそ、1年前には考えることすらできなかったくらいにね。でも、だからこそ不安になってしまうのよ。今まで、こんなに幸せを感じたことはなかったから。だからといって、うん、え、悩む必要がない？そうね。どちらかといえば、いつも音を上げているのは私の方だもの。私がやりたいと思ったこと、確かにユージの言う通りかもしれないわね。変に意識してもきっとうまくいかない。それならいつもの私というものを意識してみるわ。でも、自分がやりたいことというのも、すぐには浮かばないものね。無欲とは、
少し違うわね。私がやりたかったことはもう叶ってしまったのよ。ずっと行きたいと思っていた遊園地はユージが連れて行ってくれたし、花火だってやることができたから。うん、去年の夏休みにみんなで海へ出かけたことがあったでしょ。厳密に言うと、お祭りの夜なんかに上がる打ち上げ花火というものに強い憧れがあったのよ。そう、私が母の実家にいた頃はいつも一人で庭で絵を描いていたって話はしたわよね。それはお祭りの日も同じだったから。私が知っていたのは遠くの空に小さく上がった音が遅れて聞こえてくる花火だけだった。だから次の日の学校でお祭りに参加したみんなが興奮気味に花火の話をしているのが羨ましかったのよ。間近で見る花火はどんな感じなんだろう。びっくりするくらい綺麗なのかなって。何時間もベッドの中で考えるくらいにね。でも、それは私の勘違いだった。そう。この学園に来て、初めてみんなで出来合いの花火をやった時に、気づいたのよ。私が憧れていたのは、間近で見る打ち上げ花火じゃなくて、誰かと一緒に花火を楽しめる時間そのものだったんだ。ないじゃない。あの時の私にはあれが精一杯だったんだから。だからこれからはもう少し素直になれたらいいと思っているわよ。とにかくそういうことなの。ええ、それに私はあなたと一緒なら、ユージと一緒にいられるなら、他には何もいらないわ。確かに堂々と外を出歩けるようになった今なら絵を描くことだって難しくないけれど、でもどうして急に？一日中ユージと一緒？それはそうだけど、でもデートは女の子にとって特別なものなのよ。ユージのわがまま？
く、明日は絶対にユージとデートするわ。って、どうして一歩後ずさったのかしら。引かないでよ。だいたい私がこうなっちゃうのだってユージが悪いの。そのデートなんてめったに誘ってくれないから。うん、だから明日のデートは私に任せて。それはこれから一生懸命考えるわ。ユージが私とデートしてよかったって思ってくれるようにね。それくらいは彼女にやらせてくれてもバッチは当たらないと思うわよ。ありがとう、ユージ。ユージとデートか。でも、絵を描くのは久しぶりだから、恥ずかしいところを見せないように、少し練習しておいた方がいいわよね。うん。そうだ、どうせならお弁当作って、河川敷で一緒に食べるっていうのも楽しそうね。せっかくのデートだったのに、すごくすごく楽しみにしていたのに、やっぱりこうなってしまうのね。でもこれで確信したわ。私とユージが心置きなく恋人生活を満喫するためには、魔の手が届くことのない遠くへ行くしかないってことが。私としても風見くんの考えには賛成だし、正規の手続きを取りさえすればそれほど難しい話ではないと思うけれど。納得がいかないんじゃなくて驚いているのよ。風見くんの呼びかけがあったとはいえ、みんなの意見がすんなりとまとまったことにね。もしそうだとしたら、それはとても喜ばしいことだと思うけれど、私が目指していたのはもっと単純なものだったのよ。ええ、私はこの学園で作ってもらいたかったの。お互いの境遇を知った上で、それでも付き合っていくことのできる普通の友達。それはどういう意味？うん、あなたはまたそうやって
私に意地悪するつもりなのね。言い訳の必要はありません。風見くんがそういう人だということはよくわかっていますから。そういうところが意地悪だっていうのよ。何でもありません。風見くんの案を正式に採用することにして、早速手続きを進めておくわ。嬉しそうな顔しちゃって。口元、にやけていたわよ。話がまとまって一息つくのもいいけれど、あまりのんびりはしていられないんじゃない？その代わりに今日は榊さんと約束があるんでしょう？女の子の情報も侮ってはいけませんよ、風見くん。私はまだ十分に女の子の範囲です。学園長さんとの話はもう終わり？最初は部屋で待っているつもりだったのだけれど、どうしても我慢できなくて。それに、ユージが学園長さんとイチャイチャしないか心配だったし。ああ、なんでもないわ。それより早く部屋に戻って出かける準備をしましょう。お待たせ、ユージ。どうして部屋に入ってきただけで褒められているの？私。それはもしかして制服を着てきたことを言っているの？だとしたら当然よ。私たちはまだ美浜学園の学生なのだから、街に出るときは制服が基本だもの。よくわからないけれど、ユージが満足してくれたのならよかったわ。河川敷で絵を描くなら、そこでお昼を取るのがいいかと思ってお弁当を作ってきたのよ。
から画材はこれから買いに行こうと思って。そういうわけでもないのだけれど、せっかくならユージと一緒に買い物もしてみたかったから。もちろんよ。自分で言い出しておいてユージをがっかりさせるわけにはいかないもの。あと10分待って。そういうことではなくて、ロビーに出かける準備をしていたアマネとイリスさんがいたのよ。問題も問題、大問題よ。もし外で二人と鉢合わせしてしまったら。なになに、今日はデート？まったく、ユミちゃんは欲しがりな女なのよさ、ってからかわれるに決まっているわ。考えすぎ。そうね、確かに1年前の私だったらこんなことは考えなかった。でもここ数日間の私が受けてきた恥ずかしめの数々はユージも知っているでしょ。だから私たちのデートの妨げになりかねない要因はなるべく潰しておきたいのよ。学園長さんのことなら問題ないわ。それは多分私がハルデラさんにかけたお礼の電話が原因だと思うから。そう、私たちがデートすると分かっていれば急な用事ができたとしても話を振りがたくなるでしょ。今日という日を楽しむためなら悪魔にだって魂を売り渡せてしまいそうだわ。